このくらい楽勝ね。ドラゴンフォース、イグニール直伝熱流奥義知らぬ方、グレンフォーカン、まだだ、貴様の肉体ごと破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ！ヒューマンゼロヒュやったな。いや、まだだ。そうだった、あの本取ってこいって。いい、悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつ、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつ、イグニールと約束したんだ。その本断る。なんだ、まさかフェイズが。まずい、そんな大陸中のフェイズが。どうなるの。この大陸中の魔力、魔法の世界の終わりの時。魔法の消滅はやがて無のエネルギー、最強のエーテリアスが復活するとき。諦めるな。フランディーレ、メタリカーだ。死んだはずのバイス、スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンが異種が、こんな奇跡。すげえ、ペースが次々に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のペースを壊して、 END の復復活は阻止された。アイスロギアは生きていた。スキアドラムもメタリカーナもグラン。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクマロギアの、こいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろう。約束したな、必ず END。 消えた。この本は僕のものだ、返してもらうよ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史、何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、
のうちに。イグニール。我々ドラゴンがドラゴンスレイヤー一つは話した通り、それによってお前たちは今までいかなる時も姿を現さない我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール。来てはならん。アクノロギアやはり構わねえ。俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギア。過ごした日々が一番の幸せだ。イグニール！父ちゃん、約束。かけるようになったんだ。魔法ももっと使える。俺は
っていたネクロマンサーを倒してしまったのは。お前が？ズビアはもう、グレイ様は、ズビアはお父様を。お前が。人の強さも弱さもよく知っている。俺たちは闇の道を行く。ゼルフを倒すため、その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。よろしく伝えといてくれ。じゃな、ルーシー。な、何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたらね、寂しいじゃない。バカ。ガキどもは自らの道を選び歩く。フェアリーテイルを解散。羽ばたけガキども。ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。テリアス・ナツ・ドラグニル。